皆さんこんにちは。クリエイティブジュニアテニスアカデミーの一藤木亮平です。本日はリバースサーブについてちょっと、皆様に解説していけたらなと思います。で、リバースサーブなんですが、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、まあ、ボールを打つときにこうシュート回転をかけて、まあ、打つっていう、まあ、トリックサーブの一種に、まあ、分類されてる、アンダーサーブとか、あと、そうだな、トリックサーブで言うと、でも、まあ、アンダーサーブと、リバースサーブ、あと、昔、風が強すぎて、ちょっとサーブ、まともにトスが上がらないって時に、こうやって普通に自分で手出して、フォアハンド打って、入れたりとかっていう、からサーブ始めたりとか、まあ、そういうこと、もうある、まあ、それはちょっとトリックショットではないんですけど、ただまあ、要するに、ルール上 OK だけど、基本やらないことが多いっていうショットの、一つになると思うので、あくまでも、こう、使う、使わないは、各自、自分の自由でいいと思うんですけど、ただ、使われてないんで、もしかしたら、こう、可能性としては、何か大きい可能性がそこにあるかもしれない。サーブ結構多分リバースサーブは、使いこなせるようになったら、練習すれば使いこなせるようになると思いますし、練習することがあまり少ないかとは思うんですけど、でもだからこそ誰もやってないから、1個やるといいんじゃないかなと思いますね。特に例えば軟式テニス、ソフトテニスとかだとこうカットしたり、要するに魔球的なボールってあると思うんですけど、公式テニスではあんまりそういう魔球のようなボールはあんまり使わない。まあ、レシーブでフェデラーのセーバーとか、まあ、エアー系しかり、まあ、いろいろこうアイコンになるショットっていうのはあると思うんですけど、リバースサーブ、あんまり ATP では見かけることないですけど、時折でもプロも使ったりする、意表をついてちょっと遊び心なんかあったりとか、まあ、真剣にやってもいいと思いますし、ね、で、あまりこう解説してる人も少ないので、ちょっと自分がリバースサーブについてちょっと解説してみようかなと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、それでは今から、早速リバースサーブをちょっと自分で打ちながら解説していきたいと思います。そうですね。まず、まあもう、はい、じゃあ今からリバースサーブを練習しますってなった時に、まず一つ、どっちで打つかっていう問題が多分出てくると思うんですね。こっちで打つのか、デュースサイドで打つのか、アドサイドで、打つのかっていう。で、その理由としては、まあ、リバースサーブっていうのは、ボールがこう、シュート回転なんで、こういう風に逃げていくわけですね。こういう風に。なので、デュースサイドから打つ場合だったら、まあ、こう、そうだな。使ったことないから何とも言えないんですが、でも、まあ、センターに、こう逃げていくのもあれば、まあ、一番僕がイメージしやすいのは、こう、フォア側から体の内側に巻いていくような軌道でシュートさせる。で、アドサイドはもう、わかりやすく、こっちですよね。まあまあ、この辺の角度から、こう、内巻きでボディ狙って、こう、フォアのこの辺にこう、詰まらせるっていう考えもあるし、まあ、普通に、ここに立って、通常の位置に立って、そのまんまこういう風に、シュート回転で、端に逃がしていくっていう、のもあると思うんです。あると思うんですが、まず一個、バレたらダメっていうのがまず一個あると思いますね。リバースサーブ、まあ、ドロップショットとかとある種同じで、相手が想像していないっていうところを突くことがポイントなんで、まず、バレてないっていうことが大事なんで、その上で、一個大事なのが、リバースサーブを打つときは、グリップは、もう、このウエスタングリップに近いグリップなんでいいと思うんですね。これで当てるのが、まあ、だから、こう、この動きのことをリバースするっていうんですけど、たまに、サーブの練習してて、普通にこういう風に振っちゃう人がいて、そういう人はこうリバースしちゃってるって言うんですけど、こういう動きがリバースなんで、まあこういう動きをするのに薄く握ってるよりも厚く握ってた方が素直にこう動くっていうことからこのグリップなんですけど、でも例えばちょっと想像してみてもらいたいんですけど、ここにこう
構えた時にこうこの段階でこう握ったら、まあできる人だったらんって思うんですよ。なんかやってんなっていう風に、なんか今手なんかあいつ変えてねっていう風に多分気づくと思うんですね。この時にこうやって構えてたらレシーバーこうやって見てるんで、でこうんってなんかやってるぞっていう感じに多分なると思うんで、本当にリバース、僕が今まで生で見たマジのリバースサーブっていうか、その本番の試合で見たマジのリバースサーブはこう普通に構えてて打つ直前、まあこの辺ぐらいからグリップこうチェンジしてパンって打ってってこうエース取ってるのは見たことあるんですね。だからそれは、前に過去にドロップショットの、動画で説明した時と同じ原理ですね。グリップチェンジは要するにこのフォアハンドで構えてるところから打ちに行くときにグリップをスッと握り替えてって打ってくっていうのと、まあ一緒で、このグリップの状態からこう握り替えて打ってくっていうのが、リバースサーブをまず一個有効に使う、ポイントだと思うんですね。それで、それを踏まえた上で、どっから打つかっていうのが、まあ実際に戦略、試合の中で使うってなったら、そこを考えなきゃいけなくなってくると思うんですよ。例えば、だから、この端に立って、なんだろうな、この、ただ、試合中にこういう揺すりってあると思うんですよ。同じポジションから打ってる。ただ、特にサーブが得意な人は、このポジションで基本は打ってるけど、例えば、40-30 とか 40-all で相手の駆け引きするためにここに一回立ったりとかっていうことってあると思うんですけど、でここに立つと、自然的にレシーバーはまあワイドに思いっきりフラットを打ってくるんじゃないかなっていうのがまず第一予測候補になると思うんですけど、でもいや待てよって、それをやろうっていう雰囲気を醸しつつ思いっきりセンター来るんじゃないかっていうのが多分第二候補で、どっちかにかけといて、まあ、ワンチャンボディに思いっきり来ることもあるっていうのも、まあ、そこぐらいまでが多分その3つぐらいがベースだと思うんですね、考えの。その中に、それをこう、彷彿させといて、まさかの、こっからリバースサーブ打ってくるっていう、そういう使い方だと思うんですね、使うとしたら。だからそういう風に、ポジションで揺すりをかけて、ただで、またそのポジションによって、狙いやすさっていうか、打ちやすさっていうのは変わると思うんですね。で、狙いやすい場所も変わります。例えば、ここにいたら、こう、シュート回転してって、こう、距離稼げるとか、もうすぐ距離を稼げて、緩い、こう、なんかこういう、外に逃げていくボールとか、まあ、あと、こっからだったらボディも狙いやすいですね。ボディに食い込ませるっていうのも、狙いやすいとは思いますね。まあ、こういう面なんで、こういう使い方なんで。まあ、こっちだと、どちらかっていうと、こっちよりは、打ちにくいとは思いますね。やりにくいっていうか、こっちの方が、よりこう、うまく、本当に当てれないと、こう、なんていうか、綺麗にコントロールすることはできないと思いますね。こっちの方が、まあ、どちらかと言ったら、やりやすいとは思います。特に、最初、リバースサーブを、こう、ちょっと俺もリバースサーブやってみようかなって思う人は多分こっちのアドサイドから練習した方が、まあイメージつかみやすいかなと、思います。まあ、リバースサーブの、使い方っていうか、まあ考え方っていうのは、まあ今説明した感じになると思います。では今からちょっと実際に僕も打ってみたいと思います。本当に全然打ってないんで、ちょっとどんなことになっちゃうのかわかんないんですけど、ちょっと打ってみます。あ、この前のショート撮影した時以来ですね。ちょっとやってみます。まずちょっとこう、一番シンプルに分かりやすく、アドサイドから、ワイドにちょっとリバースサーブ打ってみますね。まあ、こういう感じですよね。こういうことになりますよね。僕も当然幼い頃から練習してないですし、例えば僕がサーブ練習やるって言ってる時にこのリバースサーブやってたら多分コーチにお前何やってんだって言って怒られると思うんですけど、なんでちょっと僕もあんまり上手くないんですけど、ちょっともう少し打ってみます。こう、まあでもこれ使えたら結構えげつないと思います。正直やっぱりまだ
どこ飛んでいくかいまいちわからないですね。一番最初は多分さっき僕がリバースサーブはその打つ直前にグリッパー握り替えた方がいいっていうのを言ったんですけど、それはやっぱり多分上手くなってきてからじゃないとそこまで使いこなせないと思うんで、まあ僕も今からやるんですけど、最初は多分普通にもうちゃんと握ってる状態でここにトスして、まあゼロポジションサーブに近いですよね状態で、こうどういう原理なのかを理解するのと、コツを自分で見つけることが大事かな。また一個、アドバイスできるとしたら、イメージ的にはこう開いてるんで、こう上にこういう風にこう切っちゃうとダメなんで、こうなんて言うんですかね、こうシュートなんですけど、少しこう斜め下に落としていくような、ここでこう斜め下にこう、まあこういう感覚、こういう感覚、こういう感じですかね。こういう感じに当てれると多分うまく打てるんじゃないかなと思います。こうこれだとまあ出ちゃうもんな。こう、あ、これいいですね。これ多分いきなり食らったら多分えってなると思いますね。おお今やばくないですか。うわ今入ってますよね。ラスト、あ、やばい、この短時間でマスターしたかもしれないです一応ちょっと反対側も何本か打ってみます。そう、こっちはやっぱり難しいですね。もっとこっちに寄せるイメージでいかないと、うん、こっちワイド側に結構目いっぱい持ってく感じで今ぐらいなんで、イメージ的には、うん、そうですね、やっぱこっちの方がやっぱ僕も使いこなせないぐらい難しいですね。あと2本ちょっと一発いいの。あ、結構いいんじゃないかな今の。あ、これはいいっすね。おお、ラスト掴んだ、よし。やれないことはないですけど、自然投入できるほどの技術は僕もないです。ただそれは理由は明確で、練習してないからなだけですね。練習すれば多分結構な確率で、まあ多分使えるようになるんじゃないかなと思います。まだちょっと打点の位置とかどれぐらいの感じかっていうのが完璧に把握できないんですけど、でも練習していけば多分できるようになるかなっていうふうに自分でやって感じますね。なので、今日伝えたかったことは、常識にとらわれず、こう自分なりのオリジナリティだったり、その なんていうのかな、恥ずかしがらずに、なんかアンダーサ、前にもちょっとコメントでも言われたことあったりするんですけど、アンダーサーブをやることが別にやんちゃなことではないっていうか、別にアンダーサーブルールとして何も問題ないんだし、まあ強いて言うならまあ、マナーなんですかね。ただマナーって別にまあふざけてやってたらダメだと思います。でもそれは何をやっててもふざけてたらもうダメだと思うんで、だから真剣にやって自分で、それを組み合わせることで何か、一個こう形にできるっていう風に感じるのであれば、やっちゃいけない、ルールの範囲内だったらやっちゃいけないことなんてないんで、ぜひこうそうですね、凝り固まらずに新しいショットにどんどん挑戦してみたり、人がやってないことを
にどんどん、挑戦していくことも大切だと思うんで、合わせてちょっと参考にしてもらえたらと思います。では本日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。